おはようございます。漫画家の山花紀之と申します。今日は見に来てくださってありがとうございます。私は、1980年、90年、2000年代に、集英社のヤングジャンプとかビジネスジャンプで漫画を描いていたものです。今は、主に同人活動とか、ピクシブとかで漫画を発信しています。よろしくお願いします。昨日ですね、ねほりんはほりんっていう番組を見ていたんですけど、ちょっとびっくりしたことがありまして、そのことについてお話しようかなと思いました。で、その昨日のねほりんはほりん、昨日聞いてたねほりんはほりんがね、NHK プラスで聞いてたんだけど、それがね、ツイッター婚活っていう話だったんですよ。まあ、婚活アプリっていうのがあって、まあ、それを今、皆さん、若い人たちはやってるんだけど、それに疲れた人たちがツイッターで婚活をし始めたよ。またそれが一つの小さなトレンドになりつつあるんだよっていう話だったんですね。で、女性一人と男性二人が来てたんですよ。まあ恋愛の話になるとね、やっぱり女性優位なんだよね。もうバンバン言うわけ、この子は。バンバン活発に発言してって、だんだん男の子二人が萎縮していくっていう、そういう図式もちょっと面白かったんですけど、まあ、その女性が言ってることで僕もちょっとびっくりしたことがあって、ちょっと大きく気づかされたことがあったので、そのことについて、その気づいたことと、こうしようって考えていることを皆さんに今お伝えしようかなと思って動画を回しております。女性がどういう人に興味を持って、どういう人とつながっていくかっていう話をしてたんだけど、やっぱりその、どういう、その男性がどういうリプをくれるか、あとね、見てるのはね、何にいいねをしてるかを見るんだって。で、エロめの画像なんかにいいねしてる人はもう全然論外ですねっていう話を彼女はしてて、で、それを聞いたその、まあこれ豚なんですけどね、ねほりんはほりんで豚のぬいぐるみなんだけど、この男の子2人がガーンって結構ショック受けてるっていう絵があったんですけど、僕もね、僕、ツイッターやってて、別にそのエロめの画像にいいねもしないんだけど、僕が描いて発信している絵そのものがエロいじゃんって思ったんですよね。あっと思ったんですよ。岡田斗司夫さんが、オタキングの岡田斗司夫さんの YouTube 僕見るの好きなんですけど、彼が、今、ホワイト化現象っていうのが起こっていて、これから社会はどんどんホワイト化していくよってことを提唱しているんですよね。警鐘を鳴らしてるというか、2000年から2025年の間に起こるよ、それがっていうふうに言って、で、それはどういうことかというと、まあ、よくツイッターでディスる発言とか、社会批判とか、まあ、汚い言葉で本音を言うとか、そういうことをやってる人たちがどんどんミュートされていって、こう、無視されていくというか、社会に取り残されていく。で、そういう現象。昔、コンビニのおにぎりってどうよって言ってたんだけど、今は、まあ、誰か人が手で握ったおにぎりを食べれなくなっている。それと似てる状況。社会が持っている清潔感っていう感覚がどんどん綺麗になっていってると。で、それはツイッターの中でも一緒なんだよっていう話をしてて、だからこれから発言とか気をつけなさいよっていうことを言ってて、まあ考えてみたら僕の描く絵ってちょっとエロめなので、あ、これって良くないなって気づいたっていう話なんですよね。まあ前からね、分かってはいたんだけど、まあ自分のファンのコミュニティだからいいじゃんって思ってたんだけど、だから、まあ僕はね、あくまでも仕事でやってる部分があるので、アンダーグラウンドなアーティストなので、まあそこはもう変えられないし、もうどうしようもない部分なので、だからあくまでも、まあ僕ファンボックスって持ってるんですよ。実はヤマハナ紀之のファンボックスっていうのを一つ持っていて、まあ停止してるんで、ほぼ何も動いてないんだけど、まあここで今後はイラストとかはここで発信しようかなと思って。まあ今後僕のツイッターはどうしようかなと思ってるかっていうと、おはようございますとか、今日は漫画を描くからねとか、今日はお花が綺麗だねとか、散歩行ったよとか、ファンボックス更新したよとか、YouTube 更新したよとか、
そういうことを発信する基地としてツイッターを使っていこうかな。まあ発信だから情報の発信源ではやっぱりあるんですよ。ツイッターってそういう意味ではすごく便利なので。だけどそこでその中身コアの部分に関しては言わない、見せない。でこっち来て、こっち行ってってリンクを貼っとくぐらい。だからヤフオクなんかもリンクはもう貼らないようにしようかなと思って。ヤフオク始めたよ。詳しくはファンボックスに来てね。で、ファンボックスからヤフオクに飛ぶみたいな、そういう仕組みに変えようかなと思いましたね。まあそんなことをこんな YouTube で話してて、お前ホワイト化それでされるのかよって聞かれたら、まあよくわかんないんですけど。まあ僕にとってもね、YouTube っていうのは、ブログみたいなもんでね、あくまでも、なんつうんだろう、まあ、ブログで文章を書くのめんどくさいので、こうやって喋った方が楽だから、喋ってる。あくまでも僕に興味を持ってる、くださってる方とか、僕に好意を持ってくださってる方が、まあ、見てるのが YouTube じゃない？僕の YouTube じゃない？だから、まあ、こういう話は、まあ、しちゃうんだけど、Twitter は、難しいね。だから僕なんかね、ウェブの時代に乗り遅れてるんだなって本当にね、痛感しましたね。まあこんなやつでも皆さん見捨てずにね、 YouTube 見に来てくださったり、まあ Twitter でもね、リツイートしてくれたり、いいねしてくれたり、個展に来てくれたり、本当にありがとうございます。こんなおっさんをね、見捨てずにいつまでも支えてくださる方がいるので生きていられています。本当にありがとうございます。まあこれからも、まあまあ山花紀之っていう作家がね、発信するものって、まああまり変えられないんですよね。もう僕という人間人格の中から生まれているものですので、まあそれ以上にもそれ以下にもなれないんですよね。だからまあそこは自分ではもう諦めてるんですけれども、まあちょっとツイッターは今後は気をつけようかなと思いましたっていう話です。はい、今日も長い話にね、付き合っていただいてありがとうございます。金曜日にの夜に上げるんだ、YouTube は上げるんだって、前回の動画でちょっと話したの、多分あれもないですね。僕もやっぱりそれほどの YouTube じゃないので、上げたい時に上げようかなと1週間経って思いました。はい。まあということでね、僕に、まあ今日縁があってこの動画を見てくださった方、もしよかったらチャンネル登録していってください。まあ、頑張れよと思った方は、いいね押していただければ嬉しいです。はい、今日も横浜すごくいい天気です。皆様、今日も良い一日をお過ごしください。レッツゴー。またねー。